はい、どうもこんにちは、サナです。今回も狼絶景版実況頑張ってやっていきたいと思います。というわけで前回はみかんじいさんが頑張ってくれまして、やっとね、さくや姉ちゃんの生足魅惑のマーメイドが見れることができました。まあね、ちょっともう満足の至りなんですが、今回は、新州平原で、前回の新州平原で、ちょっとね、紹介しきれなかったあがたの森というところを攻略していきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、じゃあ行くぞ。はい、というわけであがたの森着くことができました。というわけで前回覚えた筆技で蓮を渡りてあがたの森へ侵入していきたいと思います。まずは R1 を押して、これかな、こう丸でくるっと囲む。そうすると蓮ができますから、ここにとりあえず1枚乗りましょう。よいしょ。これで狼さんが水ピタピタになることがありませんから。よいしょ。もうちょっと平べったく、オッケーオッケー、こうやって渡っていきましょう。一回ポチャッと落ちて、よいしょ、よしよしよし、先が見えてきましたね。もうそろそろじゃないですか。よいしょ、あれあれ、あ、なんか見えましたね。爆弾で壊せそうな。よいしょ。さあ、ここまで来たらもう十分でしょう。よいしょ。にゃにゃーん、これどうやってこすっけ、これ。あ、こすだ。よし、というわけで、着くことができました。ここを R1 で、こう、丸をこう囲みまして、で、爆弾、ヒュッ！オッケー！花。で、先に進めることができました。読み込み中だぞ。あがたの、うわ、まがまがしい。ね、これ、もののけの森みたいですね。こんな森の中までたたり場が広がってるのかよ。たたら場じゃないですよ。草や木がたくさん生えてりゃ容器も寄りつかないと思ったが、森をこんな風に変えちまうなんて一体どんな呪いなんだ。どうしましょう、これは。危ない、これ断崖絶壁、危ないよこれ。さあ、どっちから侵入できるか。一応右から行けますね。うわ、ひどい、ありさまって、あ、これ石か。石か、これは。何これ、調べることができるぞ。こんなところに休憩所があら、まだ渡し船が運航してた時はみんなここで旅の疲れを癒してたんだな。なるほど。とりあえず右から行けますが、左からも行けるのか注目。行けそうにありませんね。というわけで右から侵入していきましょう。あー、やっぱりこれエンカウントさんいますね。これちょっと今は無視して、無視できるか。どうしようどうしようどうしよう。回避。よーし、 OK。さあ、砂浜か、これは。砂浜っぽいですね。飛び降りて、これに何かあるのか。あ、いや、こっちなんか奥行ける。怪しい。うわ、何これ、何これ、祠か。とりあえずこれなんか気になるんですけど、ん、見ろ、こんなところに家が建ってるぜ。家なのこれ。これだけたたり場が広がってるのにまだ誰か住んでんのか。住んではいないでしょうよ。とりあえずこっちから回って、これなんだろう、燃えてる。え、どうしようどうしようどうしよう、これ消すことできないのかな。とりあえずここに物ザネの鏡があって、ここ家な、家入れることできるわこれ。まあ、戸締まりもしないでしょうね。あ、とりあえず宝箱、やっほー、家の中でもお構いなし。はぐれ玉を手に入れた。美しくに各地に散らばっている数珠の玉すべてが揃うとき何かが起こるのか。牧戦馬場、よう来たな、迷える白い狼よ。わしは近い未来を見通せる牧骨使いの牧戦馬場だ。お主の来訪も予見しておったぞえ。牧骨使い、牧戦馬場。さて、何やら外の世界じゃどえらいことが起きているようだけど、今この中津国に乱が訪れたのも去るべきゆえあってのこと。というのも、実は今年こそイザナギと不知火が怪物退治をしてからちょうど100年目の年なのだ。お前も見てきただろう、外一面を飲み込む広大なたたり場を。脳を滅ぼし、人は愚か、いかなる生類をも寄せつけぬ暗黒の領域。あれだけの妖力を操るのはヤマタノオロチを置いて他にあるまいて。しかし、まさかこれほど爆発的に広がるとはね。
土地を守るウブスナガミ、サイの目を蘇らせない限り呪いを払うことはできぬ。このアガタの森のどこかにもサイの目が隠れているはずだよ。おっと、商売抜きでこう話してやるのはここまでだい。私の本業は未来を見通す勃骨占い。金さえ払えば狼の未来でも覗いてやるがどうするかえ。スカイウォードソードにもこんなおばちゃんいたんだからね。ほんと500両払いましょう。出し惜しみしねえよ。どれ、それじゃあこの勃骨のお主の未来を占ってやろうかね。いや見えるぞ。陰鬱なる森の中、岩に閉ざされたる洞窟の奥に木星の分身はひそやかに待つ。木星といったらあれじゃないか、咲夜の姉ちゃんじゃないか。日々割れたる岩を神なる爆発が打ち砕くとき、予言はここまでじゃ。あとは心当たりを探ってみるんだね。木仙馬場の鑑定書を手に入れた。鑑定書ちょっと見てみましょうか。鑑定書どこにあるかわからなかった。というわけで、この勃骨使いの木仙馬場のところは一度出て、とりあえずあがたの森ね、なんか進めるとこがあるんでしょうね。ちょっとなんだろう、糸の目を縫うというかね、ちょっとこううすらうすらと細い道を通りながらやっていきましょうか。ああ落ちたら一発かと思ったよ。ほんとびっくりした。これなんだろうね、これもしかして爆弾さん開けちゃう。くる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 、後ろに控えてっからね。あれよっしゃあねーね。さあ、というわけで、あっとどうした、夜になったっていうことか。なるほどね。あ結構そ、ああしまったよ、これどうしようどうしようかね。これちょっと一応とりあえずこの状態でも進めることには進めるような感じもしないこともないか、これ。やばい、あー狼さんちょっときつかったか。再び前戻りました。やっぱりちょっとこっから奥進むのは無理っぽいか。無理だなこれな。さてどうしようか。見渡しは良くなったんですけれどもね。こっちのちょっと上に行ってー、お前ら待つ510両厳しい。じゃあとりあえずこっちの奥には行ける。あーお前ら、はい、神600両いただきました。ありがとうございます。よし、うわこっちの奥大丈夫なのか、これ大丈夫。この上に行くんだ、上に行くんだ、オオカミさん。ちょ、今のうち我慢してて、我慢の限界も。どうしよう、あそこにヘノヘノモヘジが出てる。ヘノヘノモヘジが出てる。あそこに何かあるのか、こっちからこう間を縫っていけないか。いけそうだ、いけそうだ。おお、いけるいけるいける、やったー。これ頭がいいもん、ほんとオオカミさん。何ここ、ちょっと入ってみましょうか。来た来た、爆弾の出番。行きまーす。イエイ、月曜始まったいつもの日々。来た来た、おお、サイの目じゃないかこれ。発見、いきなり発見。調べる、こいつはサイの目だぜ。ずいぶん奥まったところにひっそりと鎮座してんな。おい天子、ここは一丁パーッと一花咲かせやんねえ。オッケー、任せろって、任せろ、行きます。もうちょっと太くいこう。あーダメだった、頑張れ一寸頑張れ狼。よーし、オッケー、アマテラス。さあ、サイの目復活、どうなるか。いいねいいね、いい感じいい感じ、非常にいい感じ。戻ってる戻ってる、いいよいいよ。はい、というわけで見事あがたの森復活いたしました。これね、神聖な場所みたいな感じ。さあ、先行きがちょっと困難かと思われきや、サイの目をいきなり見つけまして、さあ、地玉もいっぱいだ。宝箱もこうやって目の前に鎮座してますから、どすこい。タル玉を手に入れた。
なんだろうこれ。森の奥深くサイの目に守られた新しい神器か。お前何やら何から何から何かに何かね、昨夜の姉ちゃんに世話になりっぱなしじゃねえか。とにかくこいつは随分助かる贈り物だぜ。妖怪どももあの手この手で襲ってくるから、お前もいい神器を身につけて技を磨いておきない。言っとくが、ただ身につけるだけじゃ芸がないぜ。神器には表と裏2通りの装備の仕方があって、例えば同じごめんなさい失礼しました。例えば同じ神器でも表装備にするか裏装備にするかで効果が違うってんだ。それくらい100年眠ってたお前でも覚えてるよな。覚えてるの？お前の頭で難しいこと考えなくていいから、とりあえず今拾った神器を表装備してみるよ。おほう、これですね。表しちゃったよ。おおい、何これ、ちゃんと装備できたか。何をどう装備しようと自由だけど、例えば鏡を裏装備したら敵の攻撃を防ぐ盾になるんだぜ。君が迫ったら、ほうほう、三角ボタンで鏡を構えて身を守る、まあ、その辺のコッパ妖怪でさえおいおい試したらどうだい。こい、そうそう、それからもう一つ、お前昨夜の姉ちゃんの言葉覚えてるよな。サイの目が蘇るたびに神木村の神木にサイの実をつけるって言ったから、また用事があって神木村へ戻った時にでも顔出してみようぜ。了解しました。ちょっとね、この装備品かな、装備品で、じゃあこっちのこれを裏装備しとこうか。三角、あ、ここではちょっと三角がこれ掘っちゃうのね。なるほどね。というわけで、じゃあサイの目で戻ったということで、ちょっと綺麗な景色ちょっと見に行こうかしら。よいしょ。じゃあとりあえずこっちの、あーっと、オッケー、来たぞ来たぞ。なんだなんだ、天呼ぶ、地呼ぶ、海が呼ぶ、もののけ倒せと我を呼ぶ。人輪の伝道師牛若 is here。 え、本名字牛若、なんでありゃ。その真紅の熊取り、そしてその身にめかし込んだ神の器、なるほど、かぶいたルックスだけど、その実力は本物かな、ベイビー。いやいや、そんな高いところから何を偉そうにしてんだい。ちゃんと降りてきて話を。待てよ、あいつ天子の本当の姿が見えてるってのか。何これ、黄金松代でも塗ったんじゃないかこれ、ガーゴイル戦か。ああ、この野郎、刀を抜きやがったな、抜刀。抜いたとも、ミーはこれではこれでなくても語れない男だからね。中津国にたたり場が広がった時、宝剣つくよみを抜いた人影が上木村へ逃げ込んだ上、大岩で入り口を塞ぐのを見たんだけど、ユーたち何か知らないかな。軽い、おい、何かやばいぜ、ここはひとまず様子を見た方が。天子、お前また興奮してるのかよ。グッド、そう来なくちゃ。では我が愛とピロートーク、ピロートーク、え、ベッドの上で語るって、調べよう、思う存分聞かせてあげようか。うわ、やべえ、バチ強そう、やべえ、強そう強そう、やばい、これ強い確信だよこれ。レッツロックベイビー、マジで牛若、あれね、そんな戦うことなんかないじゃないか、マジか。ほらほらほら、お、ムチみたいになってんだけど、表装備したこれさ、これ三角で防げ防げ防げ、おおん、妖怪牙を手に入れた。あ、そんなことはどうでもいいよ。うんうん、ありがとう。これ三角を押すと防げました、これ防げました、けー、防げてる。さあ、この時ね、これ切っちゃうか、バット、あ、ダメだ。でもいい感じにこれ牛若さん押してるよ、これきっと。これ遠距離攻撃ね、あ、痛い、防ぐ防ぐ、オッケー、うまい、すみません、あー、しまった、ここ湖か、やばいやばい、あー、失
きそう。向こうね、足裏でチャクラを固めてちょっと浮いてますから、向こう卑怯だなこれ。ハンデがありますね。お、え、そうだろ、石若さん。予想はアマテラス君、久しぶりに優の力を味わったけどもう十分だよ。俺と同じ温厚派だった、よかった。なんだ今さらお前の方から仕掛けてきたんだろ。あれ、アマコ、あいつと知り合いなのか。前のアマテラスさんでしょうね、きっと知り合いなのは。こんな不器用な真似しかできなくて悪かったね、ベイビー。実はミーはこの辺りを襲った怪現象について調べていたんだ。一面をたたり場で覆い尽くし、太陽の光さえ瞬く間に奪い去った伝説の怪物ヤマタノオロチの呪いのことをね。ヤマタノオロチ、不用意にその名前を口にしない方がいいよ。心の弱い者はそれだけで呪われてしまう。ヤマタノオロチは100年前イザナギとシラヌイによって退治され、ミーが警備していたイザヨイの祠に封印されていたんだ。信州平原の大きな湖の真ん中にある古い祠にね。ところが何者かによって宝剣つくよみが引き抜かれ、オロチは復活。その呪いの力で辺り一面がたたり場に変えられてしまった。ミーが都へ帰ったルッスを狙われたらしいんだけど、まさか誰にも抜けないはずのツクヨミがいとも簡単に引き抜かれるとはね。どうやらミーの予知を超える運命の動きがありそうだよ。あ、寝てる。マジか、オオカミさん、ここはしっかり俺も語ったんだからね、起きてて欲しかったよ。そんな運命が何だってんだい。俺らたちはその呪いを解いて回ってるんだぜ。その調子でヤマタノオロチだってコツンとこづいてやら。へえ、この辺を蘇らせたのはユウたちだったんだ。でもオロチが復活してからそれなりに時間が経ってるというのに、随分スローなペースだね。何？正直な話、今戦ってみて分かったんだけど、アムゼラス君、ユウの力にはがっかりしたよ。マジか。昔ヤマタノオロチと大立ち回りを演じたのかもしれないけど、そんな過去の栄光に慢心してぼんやりしてたもんだから、今もうすっかり衰えたっていうのよ。もうバリバリ言われてる、この野郎。言わせておけば、あ、伝統丸抜いたよこれ。お前さっき神木村に逃げる人影を見たとか言ってたよな。そんなことを知ってるお前だって怪しむんじゃねえのかよ。何を興奮してるんだよ、このゴムマリ君。そうそう、ミーには未来を予知する力があるんだけど、ユウたちに一つ予言の言葉をプレゼントするよ。スリル満点丸太でゴー。それがユウたちの未来のキーワードさ。さてと、ミーは忙しいのでそろそろ失礼するよ。それじゃあグッバイベイビー。キザな男だった。キザだった。けえ、なんだいなんだいあの野郎は。起きろ起きろい、アマコ、さっさと先を急ごうぜ。うわ、竹松竹、あ、やばかったこれ。成績やばかった。3000両いただきました。さてと、アガタの森へ。こうやってしっかり見渡せば見渡…おっと、レッツロックベイビートロフィーゲット。アガタの森ね、こうやって神聖な場所です。あれ、桃がなんか飛んでんだけどね、いつもあれね、なんだろうね、あれ。ふっと、さて、じゃあこれからどうするのか。とりあえず一回このアガタの森出ちゃうか、出ちゃうか。ちょっとなんかちょっと探検してみたくはあるよね。あ、なんか目の前にあるな、これなんだろう。あ、これ人か？え？誰だろう？釣りしてんのこれ？コカリ梅太郎？あいつ無事でいるかな？あ、コカリ梅太郎。なんだよワンコ、君も一人ぼっちなの？僕の名前はコカリ、よろしくね。一応とりあえず、まあちっちゃいですけど二人ぼっちなんですけどね、こっちは。森の子コカリ。あー、これ？これは魚を釣るための竿だよ。実はこれ針どころか糸さえついてないんだけど、どうしてるの？それには訳があるんだ。訳を聞かせてください。この間僕、犬の梅太郎と秘密の場所へ探検に行ったんだ。そこはツタマ遺跡っていう古い建物で、それまでは鍵がかかっていて中へは入らなかったんだけど、
森の奥で偶然鍵を見つけてさ、中へ入ってみることにしたんだ。そしたら遺跡の奥から気味の悪いうねり声が聞こえて、それに驚いた僕たちは一目散に逃げてきた。それから遺跡の入り口に鍵をかけて今まで走ってきたんだけど、気がついたら梅太郎の姿が見えなくなっていたんだ。あんちゃんどうしたのかな。梅太郎はきっと遺跡の中に取り残されたままだよ。ずっと一人ぼっちで泣いてるんだよきっとね。おいおい、そこまで分かっていたならなんで助けに行かないんだ。こんなところでのんびり釣りなんかしてる場合じゃねえだろう。それが僕、遺跡から走って帰る途中、この水辺で転んで水の中に遺跡の鍵を落としちゃったんだ。僕、鍵を釣り上げようと頑張ったんだけど、糸も針もさ、全部魚に取られちゃって竿だけになっちゃったんだ。わー、もうどうしたのコカリちゃん。それで、そうだろうな。もう私は潜ることできないしな。これ下ぐらいちょっと見れるか。あ、また困ってる人。これまた、これ誰だ、これ怪しい人がいんな、これで、これ目の前が何でしょう、これ。あ、エンカウントじゃん、エンカウントじゃん。これそばにペラペラいるから、これめっちゃ怖いんだけど。これほんと懐いてんのか。人潮の泉、ああ商店さんもいる。これ赤田の森復活したと同時に、これもうめっちゃ人入り激しいんだけど。というわけで、じゃあ今回はここら辺にしておきたいと思います。次回はもっとくまなく赤田の森へ探索してみたいと思うので、よろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。